はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルージュです。信長の野望、天道 PK、この後プレイをしていきたいと思うんですが、今ご覧いただいているのがですね、動画と、あとツイッターの方でもお知らせしている通りですね、タイの方に遊びに来てまして、ちょっと夜がどんな感じかなっていうのをちょっと皆さんにご覧いただきたくてですね、ちょっと撮っています。で、ビデカメを持ってきたんですけど、なんとビデカメのメモリーを持ってくるのを忘れてしまったので、ちょっとスマートフォン画質ではあるんですが、今ちょっと画面中央、ここにあるのがですね、いわゆる歓楽街って言ったらいいのかな、いろいろお楽しみスポットが密集しているところが、なんと見渡せるって言ったのがいいのかな、そんなところに泊まっているんですけども、この後ね、遊びに行こうかなと思うんですが、動画の方ではこの後、信長の野望天道 PK の続きをプレイしていますので、ぜひぜひそちらの方をお楽しみにしていただければと思います。では早速、信長の野望創造ではないですね、天道 PK 続きをプレイしていきたいと思います。前回最後、小谷城をね、攻略したと思うんですが、この小谷城を攻略中に、ちょっと画面の方には、ちゃんと出てこなかったんですが、ちょうど今画面中央に映ってきましたね。朝倉義景隊、これがですね、実は浅井と同盟を結んでいるところもあって、援軍として来てました。で、朝倉勢が到着する前に小谷を落としたので、朝倉勢はそのまますごすごと帰っていくんですが、なんと町並みを一つ奪っていきましたので、これはね、この後きっちり取り返しておきたいと思います。で、一応ですね、今収録しているのが、タイの方に遊びに来ている3日目の、日中の時間になります。で、冒頭ご覧いただいた映像についてはですね、3日目の夜にですね、ちょっと一旦部屋の方に戻ってきてというか、夜の様子を部屋からスマートフォンで撮影した様子を少しね、挿入させていただきました。日中の映像についても、確か信長の野望天道 PK の第1回目で冒頭に入れさせていただいていると思うんですけど、バンコクに関してはですね、もう本当に日本でいう東京と変わらないぐらい大きなビルがたくさん並んでいて、もう何も不自由することはないなという感じですね。で、電車とかもね、通ってますし、車が少し渋滞が、時間帯によっては特にね、全然動かないよとかっていうこともあるんですけども、タクシーとかもすごく数も多いし、なんといってもやっぱり安いですね。日本の多分どうだろうな、3分の1とか4分の1ぐらいの料金でタクシーも利用できるっていうのもあるんで、昔は僕もですね、空港からホテルまで電車を使って来てたりしたんですけども、最近はもうほとんどタクシーにしちゃってますね。で、今ご覧いただいているのが城の修復のイベントですね。小谷城を攻めた後、城の修復をしてなかったんで、ここで少しイベントが起きてますけども、今これが信長がですね、城を修復するぞっていう流れになってますが、これに関して言うと、信長以外がこの対象になるケースもありますね。過去プレイした経験だと、斎藤道三とかがこの城修復の任に当たるっていうようなケースもありましたね。
確かにね、この5人1組でやらせて、そのグループごとに個を競わせるっていうのはね、まあすごくいい案だなと思いつつも、ちょっとこれは僕の個人的な意見なんですけど、やっぱり20代の頃はですね、僕もなんていうのかな、いわゆるその出世みたいなものにすごくこう意欲を持って、まあがむしゃらに働いてやろうと思って、まあ実際にそういうふうな働き方をしていたこともまああるっちゃあるんですけど、やっぱり30歳超えて、さらに結婚もしてってなってくると、まあどっちかっていうと本当に、家での時間、家庭での時間、家族との時間、あとはプライベートの時間、まあ、そういったものをもっと大切にしたい、もっと多く取りたいなって思うようになったので、まあ、この出世競争というか、そのご褒美競争みたいなものに、そこまで、なんていうのかな、こう意欲を燃やすような感じでは、もう正直なくなってきてしまっているなっていうのはね、ありますよね。今これ岐阜城に天の隊が兵1万500を輸送してます。で、兵を岐阜城に派遣した後は小谷を攻めたので、次ですね、いよいよ観音寺を攻めようかな、観音寺かなを攻めようかなというところに、考えてます。で、そのために岐阜に武将を一部移します。で、岐阜に武将を移す時の注意点としては、統率とかがね高いのはもちろんなんですけど、忠誠ですね、忠誠がやっぱり90代最低でもある武将、かつ統率が高い武将、まあ、ここでは信長とかを選んでますけど、信長と利家を選んでますが、このレアの武将を岐阜城に入れて、で岐阜から兵1万率いて出陣させるっていうのを、計算に入れてます。で、岐阜からと、あとは小谷ですね、負傷兵を回収してますんで、まあ、その岐阜と小谷から、まあ、合計2万数千の兵を率いて、攻め込むという算段を考えています。勢力が結構ね、研究に力を入れてきてるんですけど、まだね、研究にお金を割く余裕が正直ないなっていうところですね。開発と、まあ、内政の開発と、あとは徴兵系、軍馬系、鉄砲系、これらをまあ買っていく、集めていく。まあ、そういったところにね、だいぶお金を使っちゃってる状況ですね。で、ちなみに、まあ、お金の話をすると、本当にね、タイの方に旅行に来る1週間前あたりから2、3日前にかけて一気に円高が進みまして、まあ、それはそれは痛手を被ったわけなんですが。まあ、やっぱりそうは言ってもね、せっかく海外旅行に来たんだから、もうそういうね、円高だ、円安だっていうのはもうまあもちろんね、自分に得になるに越したことはないんですけども、正直あんまり気にしないようにはしてます。まあ、それを気にしだしてね、せっかく来た海外旅行でお金を出しぶけちるっていう方がもったいないかなと思うんで、まあもう来てしまった以上は、あまり気にせずにガンガン、まあ、使っていこうと
まあ、もちろん無駄なね、お金は使わないに越したことはないと思うんですが、まあ、せっかく来たんだったら楽しみの分はね、対価を払ってもいいのかなと思って、お金を使ってきた今回のタイの旅行なんですけども、一応今、更新させていただいているのが、おそらくちょうど僕が飛行機の中にいる時間かなと思います。タイの方から日本への帰国の便ですね。まあ、やっぱりね、このタイの暖かな、まあ暑いって言った方がいいのかな、の気候からですね、こう寒い日本、さらにこの社畜生活に戻るのかと思うとね、まあそれはそれは、今頃多分飛行機の中で、心が無になってるんじゃないかなと思うんですけど。まあ、それはしょうがないですよね。さあ、ここで兵を出陣させてますので、で、ここで8スカマサカツ、まあ、いわゆる8スカ小6ですね、が、砦を築き始めるんですよ。今ちょうど画面中央。義元の軍勢が、この砦に取り掛かってますけども、これ、砦が完成する前に義元が取り付くことができたんで、まあ、砦のね、機能を発揮しだす前、砦が機能しだす前に、なんとかこの砦は撃破することができました。ここでね、足利義輝、まあ、いわゆる幕府軍が1万5000ぐらいの兵を率いて援軍としてやってくるっていうのがね、完全に誤算でしたね。これがなければ十分に、攻め落とすことができたのかなと思うんですけど、幕府軍1万5000が加わったことによって兵力的にはもうほぼ拮抗してしまった状態ですね。で、こうなるとなかなか城を落とすには至らないという状況にはなってしまいますね。やっぱりね、幕府軍ね、結構強いんですよ。まあ、義輝も強いんですけど、今出てた藤高とか、細川藤高ですね、とかもね、結構強力なんで、もうここは一旦軍を返します。このままね、六角軍、幕府軍の連合軍と戦ってもちょっと勝機はないので、これ以上の兵力の損傷を避けるために、ここはもう撤退を開始してみます。これはちょっと致し方ないところかなというところですね。で、小谷に兵を返しましたので、この小谷の兵がですね、まあ回復、負傷兵ですね、が回復した後は、今度は越前へと進行していきたいと思ってます。で、越前に進行した後、再度、
幕府軍との対決に臨んでいこうかなと思いますので、ちょっと今のね、国力だと、特にお金がないことによって、徴兵がままならないっていうところですね。で、またね、ちょっとお金の話をすると、タイに遊びに来てね、ちょっと女の子とかと遊んだりすると、特に昼間ですね。ちょっとね、デートというか、そんな感じのことをしてると、結構おねだりがあるんですよね。ただ、おねだりって言ってもね、もちろん女の子にもよると思うんですけど、その、ちょっとね、H&M とか、そういうところで、ちょっと服を買ってくれみたいな。言ってみればね、1000円とかなんですよ。なんで、そういうのはね、もう正直言って、もしそういうケース、これからね、皆さんあれば、もう気持ちよく買ってあげた方がいいのかなと思います。で、ネットとかで見てると、なんかすごく高額なものをおねだりされたとかね、そういうのはね、もう正直言って断っちゃって、全く問題ないと思うんですけど、500円とか1000円とか、H&M のなんかちょっとした服を欲しいとかって言われたら、もうね、気持ちよく買ってあげた方がいいと思います。で、自分好みのね、服なんかを選んであげたりなんかすると、それはそれで結構テンションが自分も高くなってきて、なんか楽しくなってきちゃったりとかするんで、僕はもうそういう安いもんしかあまりねだられたことはないんですけど、そういうのは気にせずにやってます。で、ミカミックスはね、何だったかな、このチャンネルで一緒にやってるミカミックスですね、はね、確かなんかスマートフォンかなんかをおねだりされたようなことを、聞いた記憶がありますけれども、ちょっとね、それだと数万円とかになるのかな。だとね、ちょっと物怖じしちゃうというか、ってなっちゃうかもしれませんけど、本当に1000円とかの H&M の服とかだったら、1着2着、買ってあげるようにはしてます。あとですね、よくあるのが食事。やっぱりね、日本食が好きな子が多分多くてなのか、日本食屋さんにね、ご飯行こうってなると連れて行かれるんですけど、正直言ってやっぱりね、日本食は日本で食べるのが一番ですね。特にお刺身とかのね、鮮度がすごく悪いっていうことはもちろんないと思うんですけど、どっか先入観とかも多分ね、邪魔してるんだと思うんですが、やっぱりね、日本で食べる日本食が一番美味しいなと。9割方、自分からリクエストしない限りは日本食になりますね。で、自分からリクエストして、例えばタイ食が食べたいとかって言えば、もちろんね、タイ食屋さんとかに連れて行ってもらえると思うんですけど、正直僕ね、タイ飯もそこまで大好きっていうわけではないんで、大抵、女の子の方にお任せしちゃうんですね。何でもいいよ、好きなもん食べなよとかって言っちゃうと、もう100%って言います。100%日本食です。で、ここまで来て、ちょっとね、言い方はあれですけど、微妙な日本食をつくわけなんで、正直ね、食はあまり充実はしないかなというところですね。で、あとですね、あるとすれば、タイの話になると、あんまり、このチャンネルのこの戦国もののゲームの中で詳しく話をしてしまうと、ちょっとチャンネルというか動画の趣旨から外れてしまうので、
あんまりね、細々とした話はしていないんですけども、もしね、興味ある方いらっしゃれば、ツイッターの方とかでね、いろいろ話してますので、それにリプライいただければ、できる限り、答えですね、していきたいなと思いますし、あと僕なんかよりもね、全然、タイを楽しんでいらっしゃる方、ネット上に、ツイッター上に5万といますので、まあ、そういったのをね、検索してみるのもいいのかなとは思います。ただ、僕もね、それなりに回数はこなしてますんで、まあ、ちょっとね、どんなもんかいというのを興味ある方いれば、ぜひぜひ、チャンネルのコメント欄でも結構ですし、先ほどお話したツイッターですね、チャンネルというか動画のコメント欄、動画の説明欄のところにツイッターのリンク貼ってますので、そちらの方ね、ちょっと覗いてみていただければなと思います。で、ここで今ですね、本願寺が、戦闘中なので、一乗谷、まあ、朝倉攻めですね、朝倉攻めに本願寺から援軍が来ることがないというのを確認した上で、出兵をしていっています。例によって足軽で固めてます。もう少しね、鉄砲とか騎馬とか数が揃ってくれば、そういった編成にしていってもいいかなと思うんですが、ここは足軽で、戦力を兵科ですね、統一して、御輪の陣での出陣になります。小谷から1万3000で、さらに岐阜からもね、軍勢を出していっていますので、これらの軍勢で一乗谷への侵攻、越前への侵攻ですね、行っていきたいと思います。で、越前への侵攻に際してはですね、当然、朝倉方も城を守るための防御施設をいくつか作ってますので、まあ、これをね、うまくかわしながらっていうことになっていくんじゃないかなと思います。で、まずは、ちょうど今画面の方に映っていますけれども、ここにある砦、これを破壊するっていうところになります。で、この砦を破壊した後にはですね、越前、一乗谷へと一気になだれ込むという作戦です。で、砦を攻撃中に朝倉義景ですね、朝倉の当主が、これに対して防御するためにね、やってきましたね。まあ、ここは砦を壊しつつ、朝倉義景の軍勢もある程度削っておきたいというところですね。できるだけやっぱりね、敵の兵力が削れるときに削っておくに越したことはないですからね。
で、朝倉義景が撤退を開始しましたので、これを追っていきましょう。ここは一気に越前へとなだれ込むというところですね。で、再び朝倉義景が出ていきましたので、ここでもね、兵を削っていきたいんですけども、城に戻られると結構その兵の回復速度が速くてですね、兵数が戻ってしまうので、できるだけ兵を削りつつ早く城に取り付くこと、これをね、やっていきたいんですが、例によって城の前には防御施設ありますので、これもね、破壊しておかないと自分の兵力が削られてしまいますね。で、ちょっとね、冒頭一番最初にお話しとけばよかったんですけども、動画というかプレイ動画の方は3倍のスピードで、3倍のスピードじゃない、3倍のスピードで、それシャアですね、だいたい1.5倍ぐらいのスピードにさせていただいて、それに対して後から、実況の方入れさせていただいています。で、このまま越前進行ですね。越前の侵攻がなった後は再び幕府攻めに入っていきたいと思います。今1畳2畳の耐久を完全に削り取りました。これであとはね、敵の兵数4700って出てますが、これを削れば1畳谷が我が手に落ちるというところですね。で、ここでね、びっくりなことに、一畳谷に対して一色が
援軍を送ってくるんですが、なんとかその前に城を落とすことができたので、このまま意識は引き返していきます。ちょっとね、危なかったですね。若さから、はるばる援軍としてやってきてました。もうちょっと手こずるようであれば、一式の部隊もね、相手にしなきゃいけなかったところなんですが、なんとかここはね、先に落とすことができたというところになります。今回、信長の野望天道 PK、ここまではタイの方から収録をさせていただきました。次回以降はね、また社畜大国日本の方から収録をしていきたいと思いますので、次回またね、あの3月にタイの方に遠征に、来た時に、この天道 PK の続きはやろうかなと思ってますので、もしかしたら天道 PK 全然更新されないじゃないかってなっちゃうかもしれないんですが、ご了承いただければなと思います。というわけで最後まで、お付き合いありがとうございました、はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。